日本改革党豊島区議会議員くつだりおいでございます。パパ子さん様、秋山様、大きい赤ピッピ様、水戸の広安様、ご支援ありがとうございました。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。何度もご支援くださり誠に恐縮であります。ありがとうございます。佐藤俊彦豊島区支部長の政治活動デビューを、指導お手伝い、最初は教えないとね、動画の方もよかったらご覧ください。大塚駅前で、凱旋もちょっとやってまいりました。大塚は100回以上やりましたんで、声かけてくれる方も多かったです。娘さん引っ越し先にですね、引っ越した当日にまだ荷物も運び込んでねえのに集金人が来やがったっていうですね、お父さん、が相談、大塚いらしてですね、郵便局転送届がそっくり NHK に届くってことを教えたらえらい驚いてました。NHK を名乗る男にですね、身に覚えのない滞納を請求された、方、女性ですね、高齢の女性なんですけれども、そいつ最悪 NHK じゃないですよって教えときましたNHK じゃない可能性ありますねそいつねって。大塚での活動中にですね、集金人が来てるっていうですね、女性から電話ありまして、集金人、電話とで話してですね、電話代わってもらって、金子を追い返しました。あははは、金子ってやつだった、名前名乗れっつってですね、俺は靴沢だっつってですね、各地区、東京の各地区で市議区議を目指してもらう支部長募集中であります。私のツイッターの固定ツイートか動画説明欄、もっと見るから、もっと見るをクリックしてご応募ください。受信料、ネット聴取を決して諦めず、裏で着々と悪さしてる NHK がですね、総務省に頼まれたって形で、テレビを見ない人に番組を届ける社会実験開始と、昨日発表になっておりました。実際に開始になるのは22日からでございます。ネットの反応です。余計なお世話だ。押し売り以外の何者でもない。必要ないからテレビ持ってないんであって、頼んだ覚えのないカニが送りつけられるのと何が違うのか。無理やり見せようとする変態にしか見えない。そら、そうだな。有料サイトで始めりゃいいじゃんね。無料サイトで、始めて、見たな、金払えっていうのは、ちょっと違うんじゃないかと思う。ネットは NHK の放送を視聴するための設備ではない。これよく言われますね。ネットは通信であって放送じゃねえがんな、放送法で規定すんのはおかしい。テレビを捨てた人に受信料を支払わせる社会実験、ほんとこいつら一度滅べばよいのに。全くだ。一度っていうか、滅んでもう二度と生き返ってくんだって感じなんですけど、実験概要です。3000人の対象者に専用アプリを配布する、最新報道をいつでも一覧で見る機能や、災害情報を地図上に可視化する機能や、 SNS 拡散を分析し偽ニュースですよそれって警告する機能などを4月22日から提供する予定だそうであります。偽ニュースっぽいって判断は NHK がやるんでしょうかね。どうせ判断基準とか判断理由とかは言っても公表してくんないんだろうから、 NHK スクランブルデモは偽ニュースにされそうだな。テレビ持ってない3000人をどうやって探したのか、探し出したのか、全くの謎でありますね。丹念にね、職員の知り合いに聞いて回ったんだろうか。まあ1万3000人ぐらい職員いるそうなんでね。実はテレビあります、実は NHK 関係者です。なんつったって NHK 職員の知り合いだったらそういう人もいるでしょう。ってことありそうだなってなるとですね、実験結果も NHK の思うがままじゃないですか。こういう実験結果になりましたっつったって、対象者
3000人全員職員の知り合いですって言ったら、 NHK の思いのままじゃんね、総務省の依頼でっていう形にしてますけど、力関係は NHK、 総務省、民放って順になってます。ですから、この実験は NHK がやりたくてやってる実験に決まってんですよね。一応総務省に頼まれたってことしてますけども、頼んだことにしといてかなんか言ったんだと思います。 NHK にとってどんな都合いい実験結果が出てくることやら分かったもんじゃないね。今後も受信料ネット徴収には全力で抵抗しましょう。そうしましょう。なんか動きやったらそれでデモやるっていうのもありですわね。スクランブルデモは今後も続けますけれども、最低ネーミングワクワクイベントの中身が判明しました。題してですね、イベントワクワク割だってなんとかならなかったのがこの、ネーミングさ。3回目以降のワクチン接種証明の提示でスポーツ観戦やコンサートなどのチケット代金が2割引きになる模様であります。その分あと政府が後から補填するんだろうな。ネットの反応です。これじゃない感、違う、そうじゃない、そんなイベント興味ねえわ、食券とかちょうだい、打ったら現金配布の方がはかどる、どこにも出かけねえからいらねえよ、皆がイベント出かけたら感染拡大するんじゃ、3回打って3回とも3日寝込んで仕事のダメージがでかい、正直に3回打つ方も打つ方だな。2回打ってどっちも3日寝込んだら3回目やめればいいのに、金券配った方がまだ効果があるという意見ですね。もっとこうあるだろうっていう感じが非常にします。割引2割っていうのがケチ臭くて貧相で、岸田総理らしくていいですね。あの人はケチ臭くて貧相に見えますから。前はですね、コンサート会場やライブ会場で感染するって言ってなかったか、クラスター発生なんて言ってなかったか、ライブに人集めてライブに行かせようとして感染広める気でバカなんじゃないかと私なんかは思いますけれども、一旦は徴収してですね、財務省の判断で適当なところにばらまきするのが大好きと、誰にも公平なですね、消費税減税しろっつーの、しろっつーの、消費税だったらば使う人は使ったなりに、使わない人は使わないなりに公平なんだからさ。今日4月8日から来日規制緩和だそうであります。今まで鎖国に近いようなことやってて、対象は世界106カ国、米、英、カ、EU など、中ロ、韓国、北朝鮮の敵対国は対象外となっておりました。来日は依然困難な状況だそうであります。ネットの反応です。リ地域はお断り、リ地域は感染者数的に無理やろ、なんか今感染爆発してるみたいですね、リ地域ではね。ちょっと前に世界最悪記録してたしな。中韓ロ北線さりげなく対象外、これは永続でいいのでは、もうこれ憲法にしちゃっていいよ。この4カ国永遠に締め出せって言ってるんですかね。いいね、素晴らしい、ノージャパンなんだし願ったり叶ったりだろう。7000人、1日7000人を1万人に程度1日ねに増やす予定だそうです。いつの間に7000人も入れてたんだ。3000人っていうのはそんなに入れんの、聞いて驚いてたんですけれども、コロナ前は1日8万人以上来日してました。4000万人に手が届くかな、いうとこでコロナ来てですね、北海道は俺のもの、ロシア、沖縄は俺のもの、中国、竹島は俺のもの、韓国、日本人を1000人以上誘拐した北朝鮮と、敵国からの入国は未来永劫なしでいいんでは、どうせスパイなんだからさ。スパイ防止法とともにですね、敵対国指定条項っていうのも欲しいとこですね。近隣諸国条項なんてのありますけれども、宮沢喜一が総理が作っちゃった
あんの野郎、ろくなことしやがらね、宮沢。あいつもよくよく、まあ、宏池会なんですけど、岸田総理と同じね、近隣諸国条項なんか作っちゃって、今後は近隣諸国に配慮するなんて、決めちゃってさ、敵対国指定条項欲しいよ。各国の対日ランク付け、してですね、細かく。もちろんそれによってビザが必要とか、入国者ダメとか、関税何パーセントだとか、区別してね。アメリカはまあ同盟国ですんで、別格ですね。イギリスなんかは盟友国って言っていいんじゃないだろうか。EU や、カ、ゴー、インドなどは友好国で、他は普通国っていう風にして、ロ中、韓、ポクは敵対国中指定してね。中でも領土を盗んでるロシアと韓国は敵国レベル、マックスで、一切の人物金の往来を禁止せんと、おかしいんだよな。北方領土と竹島取られてんだからな。まあ脅威は中国の方が上なんで、こちらもそれに準じた措置が必要だと思います。敵国をきちんと敵視しないと危ないっすよ、危ないっすよ。ウクライナはロシアが攻めてくるかもしんねえっつってきちんと認識して、今までね2014年から必死で訓練したんだって。それで今前線してる、そうなんですよ。今日の C 和夫、旧白不正の主権侵害が起こった場合には自衛隊を含めあらゆる手段を行使して国民の命と日本の主権を守り抜く、無抵抗主義とは違うと発言いたしました。他の党の議員さんからですね、違憲って言ってた、自衛隊を駆使すんのかよ、今まで言ってたことと違うんじゃねえの、批判が飛んでおりました。ネットの反応です。9条があれば攻めてこないって言ってなかったか。お前らいつか自衛隊を廃止するって言ってたやん。何普通のこと言ってんの、気持ち悪、共産党のくせにって感じかな。自衛隊は違憲なんだろ。地元の祭りに自衛隊が参加するだけでマシンガン抗議電話してくるくせに、なら9条がいらねえだろ。日本共産党人民解放軍が必要パヨ。共産党綱領、憲法第9条の完全実施イコール自衛隊の解消に向かって前進を図るなんて書いちゃってますよ。つまり共産党は9条と自衛隊の並立を認めない。どっちかにしろ、9条の完全実施イコール自衛隊の解消である言ってんだから、どっちかの存在しか許さないってことを言いたいんですね。ならば9条をなくして自衛隊残すに決まってますよね。決まってますよね。世界6位の軍事力を誇る自衛隊のことをね、いつまでも外に向かって軍隊じゃありませんなんて言い続けるのは無理がありますよね。他の国から日本は嘘つきだなって思われて信用なくしますよ。9条をなくした方が手っ取り早いんだよ。自衛隊が9条かっつったらもちろん自衛隊残すでしょ。共産党がこんな今までのことを全否定するような普通のことを言い出して、これロシアのウクライナ侵略でよっぽど追い詰められてるんじゃないのかな。今や一人も減らしたくない信者からですね、9条があれば攻めてこないんじゃなかったの、疑問を持たれた、問い合わせがあったとかね、革命成功したらば我々を家畜と思う共産主義者は常時嘘つきですから、こんなこと C 和夫が言ったとしても信用してはいけません。これもきっと嘘であります。なんか裏がある。旧白不正の主権侵害が起こった場合には、これ中露の侵略は不正な侵略でないなんて言い張るでしょうがね。その時だったら共産党は自衛隊を含めてあらゆる手段を行使して、まずは民間人に突撃させてですね、数を、日本人を半減させるつもりなのかな。自衛隊を含めって言ってっからね、自衛隊以外も利用していいって思ってる。もしくは与党でないので自衛隊に命令できなかったって逃げるつもりなのかな。
国民の命と日本の主権を守り抜く、これ路中間来た人民の命と、国民じゃなくて人民の命と共産主義国あるいはどっかの属国となった日本の主権を守り抜くって言ってんのかな。まあそんなとこでしょうね。シーカゾンが言いたいのはね、こいつらがあの国民っていう時は大概日本人のことじゃねえんですよ。何よりも国民の命なんて言ってるけど、実は何よりも人民の命っていう、意味だしね。議会の承認なしに迅速に武器供与できるレンドリース法っていうのが、米国上院全会一致で可決成立だそうであります。全会一致、ネットの反応です。無限の補給入ります。無限ジャベリン始まるよ。週刊正規空母くらえ、無限の物量戦開始。お、工場の準備が整ったみたいだな。ロシアぶっ潰すまで終わりません日本にも原潜と核弾頭をくれ。無限ロケットランチャーでバイオハザード、バイオハザード私5までやりましたけど、6、7以降は難しくてできてませんクリアできない、集中力も取れなくなっちゃった、兵器も兵装も食料もですね、議会通さずじゃんじゃん送れるようになった模様であります。実質参戦しているようなもんですけど、ロシア側ね、あのこれは侵略ではなく解放とかですね、戦争ではなくネオナチを追い出すための特殊作戦とか言い張ってるから問題ないですね。参戦、そもそも戦争じゃねえんだから参戦できないですよね、ロシアの言うこと、真に受けたら全会一致で可決って羨ましいですね。日本だったら立憲だの共産だの社民だの令和だの鈴木宗男ロシア外交官が反対するでしょうね。一刻も早くあのスパイ保証が欲しいですわ。で鈴木宗男スパイだからあいつスパイですよ。ランドリース法を復活させた米国ね、ついにロシア外交官を追い出すみたいだな。なんでそう思ったかっていうと、共同通信、外務省は8日、日本に駐在するロシアの外交官の一部を国外追放する方針を固めた。日本が外交官、外交職員を一部追い出すっていう発表になってたから、あのアメリカが追い出さないわけないな。アメリカに追い出すよって号令かかった。グズの岸田が決断できるわけもねえから、あのアメリカとイギリスに追い出すよって言われて慌てて追随したんでしょ。まあ、そうに決まってる。まあ、あの明日あたり、追い出すことに決定、米国は。ニュースあると思います。ネットの話、いいよいいよ、どんどんやっていこう。なんで一部やねん。一部と言わず全員追放しろ。アメにまた怒られたんちゃう岸田。そういえばですね、あのシーカズオと岸田と私同じ誕生日なんですよおーやだ。あのロシア大使は追放した方がいいよ。ガルージンも追放しろよ。ガチ吉やん。創価大学で講演してました。あ、ガルージン。胸をもつけよう。ごくわずかだが最前線で利用できるぞ。交渉できなくなるじゃーんっていうですね、ロシア工作員もしくは共産党信者もしくは便乗反日外国人ごもうと思われる投稿が多数ありました。いいんだよ、あのロシアの国殴らんだからさ。交渉して決まったこと一切守んねんだから、交渉したって無意味じゃん。北海道は俺のものとか言ってる組織ですしね。中国に対する見せしにもなるんで、この際ロシアはズダズダに曲げてもらって、国家崩壊まで行くのが帝国にとって基地であります。やっと日本政府も重い腰上げたっていうか、まあアメリカが追い出すよ、あんたらどうすんのって言って慌てて追随したんだと思います。東京各地区で支部長募集中であります。よかったらご応募ください。デトックスジャパン。